本日は、乙女たちの沖縄戦、上位新日にお越しいただきましてありがとうございます。これからですね、本作の、監督出演者によりますと、舞台挨拶を取り行わさせていただきます。登壇中はですね、登壇者の皆さんに関しまして、マスクをつけたままの、登壇になります。それで最後にですね、フォトセッションの時間を設けさせていただきますので、その時に皆さんに写真撮っていただく時間を設けさせていただきますので、その時には写真を撮っていただければと思います。で、本日の、MC 兼、というか MC をやっていただく、ドキュメンタリーパートの、監督をやっていただきました太田監督に、バトンタッチします。監督の太田です。僕はドキュメンタリーパート最初の、そちらの方の構成監督をしました、太田と言います。では、ね、出演者の皆さんぞろぞろっと、上の方へ上がってきてください。なんかみんなと一緒に見ていたので、上がってください。じゃあその間僕が少し喋ってますね。今回の映画は、まあ、2部作って言いますか、ドキュメンタリーとドラマっていうちょっと珍しいタイプで作ってみましたけれども、そのドキュメンタリーパート、今言いましたように、僕が監督し、沖縄に行って取材しています。で、そのドラマパートの今度はそこの、聞いてきた取材に基づいて、またこれも僕が脚本を書きまして、松村克也監督っていう、まあ、長年の友人でも松村さん来てますが、監督しましたというので、揃いましたね。はい、それでは、順番に、まあ、せっかくだからやっぱ、ね、乙女たちなんで、白闇学徒の永井さんからまずはご挨拶、自己紹介お願いします。はい、白闇学徒隊の島袋ひろ子役を演じさせていただきました高校3年生の永井由美と申します。よろしくお願いします。はい、じゃあ2番手は同じ白闇いきましょうか。はい、ドラマパートでは白雨隊の一人上原智子、そしてドキュメンタリーパートでは聞き手として白雨隊の方にお話を聞いたり、いろいろ白雨の塔であったり病院後跡地を訪れさせていただきました森田智恵と申します。よろしくお願いいたします。森田さんだと両方出てるんだよね。そうなんです。両方おいしい役でね、はい、はい、いっぱい出てます。はい、じゃあ対しまして、男性軍兵隊さんをやってもらった城之内君と。はい、負傷兵の役をやりました城之内正明です。数学の話をしてた役です。連立方程式ね。はい、連立方程式今度教えてね。いや、僕知らないですけど。はい、その兵隊さんやってくれた、ね、いい役だったよね。はい、はい、よろしくお願いします。さて、女性部に戻りまして、府長だよね。府長藤さんお願いします。藤山府長の役をさせていただきました。マイク入ってない。はい、スイッチ失礼いたしました。はいはい、藤山府長の役をさせていただきました藤真由美です。本日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、では我らがドラマパートを監督してくれる松山克也監督お願いします。あ、ドラマパート監督、あ、今言いましたよね、松村です。はい、森田さん一人二人って分かりました？あ、結構後半は分からないよね。みんな顔黒いからすごいフューチャーしてないような感じの、まあ、撮り方というかね、構成だったんで、まあ分かった方いたから、うん、よかったですね。あ、ちょっと声で分かるかなとは。声でね、帽子かぶんなきゃ分かんない。やっぱり野球分かんないからね。はい、で、はい、で松村監督との本当にすごい久しぶりに一緒にお仕事だよね。30年ぶりぐらいでしたっけ。いや、そうでしたっけ。そう、でも31で32でしたよね。ああ、年が。あ、ただバレちゃう。何の話だろう。いや、はい、だからまあ30年近く。昔、はい、1回僕が脚本で監督でっても、昔々一緒に仕事しましたよね。それ以来、はい、17年ぐらいの仕事でね。はいはい、っていうところでね、はい、また後でその辺お話伺いますね。はい、そしたら、まあ役者さん、じゃあさっきの順番で、永井さんから、一番大変だったこと撮影で、何でしょうか。一番大変だったのはやはりこう戦時中にもうまだ生まれてなかったので、こう先生まだそらそうだよね。太田さんも全然生まれてないですけど監督2人に突っ込まれてね。もう当事者の方々の気持ちはもちろん分からなくて、だからもう動画をこう見たりとか、なるべくこう彼女たちの
気持ちを理解するのにすごく苦労しました。何の動画見たの？あの送ってくださったあのなんか、だからドキュメンタリーパートで撮ったキックさんやトヨさんの見てくれた、ね、はい、ああそうか、そうやって勉強したんだ。あとはあの、はい、作中に出てくる漫画をね、皆さん学生役の子たちはちゃんと読んでくれて、はい、あれはね、あの本当にリアルに書いてる漫画なんですよね。あの、いや、太田さん、うん、そう、あの漫画は要は白目の学徒の方々の証言をもとにした本を漫画化したものです。だからあの本当に証言と同じ部分がたくさんあってね、あの いいとこ勉強したね。はい、あとすごい寒かったですよね。そうなんです、冬に撮ってましたから。若干今日見たらやっぱりあの木は枯れてましたね。枯れ気づかれたかな。いや、そう、気づかないから言わない、言わない、余計なことは。はい、だからね、ちょうど終戦、終戦って沖縄の慰霊の日、戦後終戦が終わったとされているのは、6月23日なんで夏なんですよね。でも撮影が冬だったんで、ね、役者の皆さん大変だったでしょ。はい、もう半袖のブラウスだったので、もうカイロをもう貼ってもらってとか、もうすごく大変だったんですけど、すごくいい経験になりました。あ、そういう、そういう苦労があったね。はい、じゃあそれを対して、もう全然知らずにやったのと本当に学と調べに合ってきた森田さんはどうでした？はい、あの私ドキュメンタリーパートで言ってることを経験したことは本当にあの年齢以外は全て本当です。あのちょっと年齢だけはそこで原さん、本当すごい言ってることそうなんです。私正直本当に去年の12月の半ばぐらいにあれを撮影、ドキュメンタリーパートを取材しに行きました。お恥ずかしながら私ずっと生きていてほとんど沖縄戦のこと知らなかったんです。本当に恥ずかしか、恥ずかしいんですけど、でもやっぱり沖縄戦のことはこれは私の他にもまだまだ知らない方ってたくさんいると思うんです。なんでこの映画を通して本当に沖縄戦であること、沖縄戦以外にも今ウクライナであってる戦争のこと、戦争っていうのがどんなにあのいいことはありません。あの戦争が、戦争はかっこいいものじゃありません。どれだけ亡くなる人が亡くなるっていうことがどうであったりとか、その亡くなった後の家族がどう思うか、戦争が終わった後でもどれだけ傷が残っているかっていうことを、私は今回このあの乙女たちの沖縄戦でいろんな人に伝わっていただければなと思います。なんかまとめてもらったんで以上で終了しましょう。なんかまだウクライナの前でしたもんね。そうそうそう、そうですよ、ね、だからなんか今日も違う、まあ自分のあれをね、言うのあれです、なんか違う考えで見えたかな。ドキュメンタリーパートもドラマパートも去年ですもんね。そうなんだ。あ、ドラマパートは1月6日なんですよ。その大雪が、あの関東で大雪が降った次の日。そう、だからめちゃくちゃ洞窟の周りが茨城に撮ったんですけど、ゲレンデみたいになってそれ寒いですよね。皆さんね、はい、あの大変でした。で、そう、ガクトはまだね、お話聞いてドキュメンタリー見れたけれども、兵隊さんはね、参考にするの大変だったら、どういうふうに城之内君演じました？そうですね、あの僕軍人役は結構やってるんですけど、さすがにあの自決するのはなかったので、毒を飲んでどうなるのか、青酸カリ飲んで、ね、飲んでどうなるのかっていうのは調べたけど、やっぱりそんなに出てこないし、どうしようかなと思って、最後の頼みは姫百合の塔を見たりとか、そういういろんな試しにやってみれないしね、やってみれないし、そうなんです。だからいろいろな映画を見てそういう風になるんだなっていうことを考えながら、あとは監督に聞いたりとか。城之内君とは海軍の映画やってるんですよ、はい、桜花桜花最後のとこって、うん、あの人間爆弾と呼ばれた桜花の映画撮って、まああっちは海軍の映画で、今回陸軍の映画だったんですけどね、まあ本当にまあ前も経験があったからすごい助けてもらいました。はい、いやだからいろいろ困ることはありましたけど、あと動けないので怪我をしているところをどうやってこう演じようかっていうのもいろいろ考えましたね。あ、確かにね、うん、はい、ありがとう。じゃあ府長、今度別の、はい、あなたは政府の看護師さん、府長さんどうでした？一番大変なのは困ったことというか、もちろんあの寒かったですけれど、でもあのそういうことは、まあ、ちょうどね春の時期の、戦争中だったので、まあ、冬に撮ったところはあの体的にはね寒くて大変でしたけれど、でもやっぱり役作りという上で、あの私もその当時は生きてはいないですし、やっぱり役作りが一番あの
学徒といってもまだね10代の女の子たちを相手にこうしなさいああしなさいとか言いながらも自分もあの府長として、看護婦としてすべきことをしているっていうその精神状態に持っていくこととかあと、自決をさせてしまうシーンとかそういうところで自分の役作りっていうのはすごく考えましたし勉強もさせていただいたところが大変でした。あとあの私まだあるのまだあるのいいです。はいどうぞ。じゃあもう一個だけ。はい、あの子供が3人いるんですけれど今回ガクトで、出演された方々10代の方々で私子供3人はそれよりも10歳上の子たちがいるんですね。でこういう子たちが当時そういうふうに菊さんにしても豊さんにしても思いをしていたんだって思ったら本当にこれから、絶対に戦争させてはいけないしてはいけないとみんなに自覚してほしいなっていうことを思って100年後200年後もこの映画が上映されることを願っています。ありがとうございます。まとめていただいた以上で終了です。藤井さんはあの 看護師さんをですね現場で指導で来ていただいたんです。主の女性の、うん、すごく真面目に当たり前だけやっててあのこの指のチューブの巻き方とかあそこ結構時間かかるんですけど俺ちょっと省略していいかなっていやこれはやっぱりねちゃんと見る人見たら分かるしやっぱりそこはリアルにやりたいんで随分ね看護師さんには熱心に指導をね、はい、受けてだからまあそこの演技はあの最後の注射のところは僕はもうすごい聞き迫ってね自分の富士山の演技はすごい良かったなと思いますし、はい、はいはい。そんな俳優陣を率いた松村監督へ監督としては何が一番ご苦労でした？寒かったことですかね。やっぱりそれまあこっちはもっと寒いですけどね。いややっぱりねあのまあ太田さんとやったのもああいうちょっとこう密室というか、まあ、僕はああいうシチュエーションはねなんか好きという言い方が悪いんだけど、ね、ちょっとこう追い詰められたその人間模様っていうのをまあ皆さん本当にいや僕よりも皆さん本当によくやってくれたんでもう準備期間も短かったし結構あれ3日ぐらい撮ったんだよね。3日で撮ったんですけどすごいスムーズにいったし皆さんも本当にさっきからおっしゃってる自分たちですごい勉強してくれたんであの順調にいったしだからうんまあそのまあやっぱり戦争はこういうもんですよ。どんなこと言ったってウクライナとか見てても末端の人とか庶民の人たちがこれだけね悲惨な思いして苦しむってことを、まあ、太田さんの脚本もよく描いてたんですけど僕はあのやっぱ布施宏さん皆さんご存じの彼のね彼よかったですよね。布施さんの中の切なさっていうのはあれすごいあの表情はさすがだなと皆さんの熱演もあるけど思いました。戦争の虚しさすごいあの演じてくれたなと。はい、あと一人で実は俳優さん来てまして、はい、加藤君、俺ごめんなさい、はい、あのね気が狂った変なやつが一人いましたよね。なんか死に帯持って暴れるねこれはかかるのやめてみたいな、それをやってくれその兵隊を演じてくれました加藤君が来てます。どこですか加藤君？はい、ちょっと立ち上がってこう皆さんにご挨拶を。加藤君狂った兵隊です。よかったよね松村さん。よかったですか？よかったですよ、ちょっとねあのまあ痛いっていう言い方ですけどね強烈な演技をしてくれまして、うん、あの死に帯振り回した松村監督のリクエストでねあのファイブシーンをぜひやりたいよねうん、はい、カメラマンに上がってました。詳しいことはロビーで。ロビーで、はい、はい、はい、どうもありがとう。じゃあ話を続けますが、そうするとじゃああとなんかね一番印象的だったこと、現場が寒いの分かったかも寒い話も多いんでそれ以外の話で何かいい話ないですかね永井さん。そうですねあのブラウスに汚れをつけるのを自分たちでやったんですけれどもこう雪が降ってこうジメジメしてるこう落ち葉に寝っ転がって丸太転がりになってみんなで汚したっていうのが一番頭に残ってますかね。 あとさ永井さんの印象的なシーンってどこってもしかしたらみんなどの4人のうち誰が永井さんか分かんないかもしれないからあ一番印象的なのはですねこう自分でトイレができない兵隊さんにのお手伝いをしたガクトです。あ冒頭の社長の力にやるやな役松村さんがするのね。いやいやいや、はい、あの役かはいはい、はい、頑張りましたね。はい、はい、じゃあ森田さんはどう。私はですねまあドキュメンタリーパートの方はもうそれはもう全てがあの印象的なんですけどドラマパートでいうと人生で初めて本物のウジ虫を触りましたが印象的ですね。ウジ虫ってどうだったのあれ。あ CG じゃないの。あそれあれ本物です。本物で、ね、接着剤で止めてるんです逃げないように
スプレー接着剤。いやでもこの後別の映画でウジ虫のシーン見たんだけど、やっぱり松村さんウジ虫の使い方うまい。すごい生きがいいんだもん。あ、なんかコツがあるんですか。あ、どうぞ。あのね、あの特殊メイク、この足が切れたりとか、ウジ虫のセットしてくれた西村さんってもう有名な特殊メイクの人でね、志村隆監督とジオンの監督とかとも組んでるし、すごくあのそういう一流の方が特殊メイクもやってくれてリアルだったですよね。まあ、自分でのウジ虫使いの名人です。今日ちょっと小さなお子さんも見てくれてるんだけど若干大丈夫やったすごい。この映画ね、エビンで人指定なんだよ。びっくり、絶対 X かあるのと思った。一般のとそうくれて、だから子供さん OK です。あの大丈夫です皆さん。そう、あの PG12 とかでもそう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 、僕もだから多分そう残酷なのもあるけど、そういうやっぱ現実を見てほしいっていうね、あのエイリンのやっぱり思いだと思う。あ、そうだと思いますね、うん、はい、はい、ごめんなさい森田さん。はい、あ、もうまあそれが印象的だったということなんですけど、ウジ虫が一番印象的だったね。そうですね、まあ、本当でもあの傷口もすごかったです。でも本当はあのそれこそあの富士さんが教わった包帯の巻き方を教わったっておっしゃってたじゃないですか。で本当はあそこのウジ虫を取った後、あの変態さんが気づきましたかね、最後殺される、あの富士さんに殺される時腕がなかったんですよ、片腕が。あれ本当はあそこのシーンで腕を切り落とすとこまであって、でその後さらにそこの傷口を包帯を巻き方をその富士さんと一緒の、実際の看護師さんの方に教わったんですけど、そこは全部なくなってましたっていう。それディレクターズカットでね、松村さんが作ってくれますが、お楽しみに。はい、お待たせしました。上野主婦の。僕はそうですね、最初数学の話をしてるときに、皆さんが巻いてくれたりとかする段取りがまず難しかったのと、狭かったので、うん、みんなが映るように、配置というかカメラマンさん含めいるのもなかなか大変だったので、うん、あそこ狭いんだよね。あそこ狭いです。すごい狭いですよ、うん、はい、なのであそこはね結構時間かけて撮りましたね。あ、一回セッティングするとね動けないしね。うん、そうなんですよ、はい、そうね、松村さんその辺結構ご苦労あったでしょ。もう本当実はねあれ皆さん広い洞窟で思うけどね、すごい狭いんですよ。だからなんだ屋根こうちょっと鉄張りみたいなの作ったんですよ、うん、もうね、あれな、3メートルぐらいしか、この幅ぐらいしかないよね。だから駐車場なんだかガレージみたいな広さ。そうそう、だからこう屋根を作る、簡易な屋根みたいに作って、そっち側がスタッフが構えて、中の様子を広く見せるように撮ってたんで、結構大変だったですよね。いや、その辺の演出ですね、さすがにね。でもね、なんか自分でのあれなんですか、太田さんがドキュメント撮ったの洞窟の手術台と、うん、雰囲気はよく似てますよね。いやいや、そうそうそう、これはすごく良かった。だから僕は現場行ってないんですよ、はい、で本物の現場は行っていて、はい、シナリオ改定で、はい、現場、はい、撮影現場行ってないんで、はい、見ててもね違和感なかったから、はい、あ、松村さんさすがと思ってね。冬だっていうのは大丈夫でした。まあ冬子だって でも思ったらすごい緊迫感ありましたよね、役者さんに。でなぜだろうと考えてたら寒かった。そう、早く終わりたいのかな。こう集中しても、みんな戦時中って感じで、はい、いつ死ぬか分からないって緊迫感、寒かっただけなんだよね。富士さんどうなんですか。はい、はい、ですね、私はその自分のやった役の府長さんが今生きていらっしゃるのかどうかは分からないんですけれど、最後のシーンのその青酸カリを与えて殺すシーンですよね。じゃあ自分の気持ちとしては殺したくなくても私の行為によって死んでしまった、それをもし生きていらっしゃったとしたら一生傷となって抱えていかなきゃならない辛さを考えて、あのシーンはすごく私としても思い出深い、その方を思う気持ちがすごく募ったシーンでした。ですから菊さんにしても豊さんにしてもその気持ちを抱えて今も生きていらっしゃると思うと本当に込み上げてきます。そうですね、はい、豊さんと菊さんのね最後のインタビューのあの言葉っていうのは本当にね、本当超えますよね。そういう、まあ、僕らドラマでやったんだけどそれを超える言葉だってすごく思いました。はい、松村監督がいい感じでまとめていただいたところで時間が来てしまいましたので、最後ちょっと永井さんにゴキブリがいて、ウジ虫は怖くないゴキブリは怖い。ウジ虫取ったんでしょう、大丈夫でしょう。ウジ虫取ったんだから大丈夫だ。そう、太田さんうまいわ。はい、というところで、ハプニングがあったところで永井さんに一言でもまとめてもらいましょうか。はい、最後の一言お願いします。はい、
本日は足を運びいただき誠にありがとうございました。と明日からの5日間もと沖縄戦の過酷さをだったりを一人でも多くの皆様に届けられたらいいなと思っております。本日は本当にありがとうございました。本当にね、はい、このものすごい終わり終わりこのものすごい暑い日に早稲ちゃんの皆さん来ていただいた皆さんに今日本当に感謝します。ありがとうございます。体験を語ることでできるのはおそらく竹村さんと私ぐらいじゃないかなと。もう小さい時からお国のためお国のためその手術の直前に亡くなってるんですよね。こんなしても泣いてしまうまで足は薬つけただけでダメ、切断です。ここから切れてもう傷跡にうじがお尻をこのようにこんなにしてもこもこもこも、それをもうピンセット持っててあんまり歩けない兵隊をですね、一応は口封じをして殺すことを処置と言ったんですよね。軍隊では処置すると言ったら殺すことなんですよ。結局死ねない人はもう自由で。最後に言っておきます。米軍に見つかり捕まった時はわっくろ海だって海死ぬんじゃないぞ。